はい、マイク上げます。はい、おはようございます。10時の鐘が鳴りました。坊主カフェのお時間です。はい、このお時間坊主カフェと申しましてですね、仏教についてお寺についてまた、お坊さんやですね沖縄のしきたり習慣などについてお話をさせていただく1時間の番組となっております。はい、そしてですね、今お話をさせていただいておりますのが、宜野湾市は普天間にあります、神宮寺という、真言宗のお寺ですね、そこの住職を務めさせていただいております金城良慶です。はい、皆さんよろしくお願いします。はい、そしてどうぞ。はい、FM 講座のゆうやがアシスタントとしてついております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。何を一瞬笑いカッコ入りましたけど大丈夫ですか？大丈夫ですっていうか、あのそれ私スタジオ入ってきてびっくりして、はい、あの一人なんか知らない人が、あ、ね、福山風の人が、そうですね、鎮座してますねなんか誰だろうこの人、動かないしと思ってよく見たら人じゃないしちょっとびっくりしました。怖いですよね、僕も朝来てびっくりしました初めてです、はい、あ、よかった。なんかね、あのほら、ああいうなんていうんですか、この人形に服着せると結構ぽいですよ ね、本当に人っぽい。うん、なんだろうこのでっかいおっさんぐらいなちょっとドキッとして、あれこんなスタッフいたっけなとか、いろいろこうなんかなんていうの見学に来た人にしてはなんかこう結構全部の角度から見えるところに座ってるなとか面白かったです。びっくりしましたが、はい、まあそんな、はい、可愛らしい、福山の福山雅治さんのね、お顔が印刷された、お人形もいらっしゃる、はい、FM 技能のスタジオでございます。あのね、あのスタジオ見学皆さん全然もうウェルカムですよね。はい、なのでね、はい、あの宜野湾市のここは急なになりますがね、あの伊佐の交差点からこう普天間に向かって上がってきますと、こう左手にですね、今あの基地が返還されてますが、そこにあの一棟だけ今建物が建ってます。この向かって左の方ですね、そこ あの2階にスタジオありますのでね、ぜひこ の宜野湾ヒルズ通りのこのねスタジオ遊びに来てください。はい、またですね、あのこの番組では皆様からのメッセージ、ご意見感想などもお待ちをしております。FM 宜野湾のホームページにこうアクセスをしていただきましてですね、コメントをいただく方法、それから、あと、メールで、ね、コメントをいただく方法もございます。メールの場合はですね、アドレスをお伝えしますので、こちらに、メールを寄せてください。アドレスが797@fmginowan.com ですね、797@fmginowan.com となっております。ぜひね、いろいろ、ご意見感想質問、なんかちょっとずっと気になってたけどで聞きづらかったなんていうこともね、ぜひぜひ、お寄せください。はい、そしてですね、あ、もう今意見、コメント来てますね。なちみんさん、ご住職お久しぶりでございます。あ、お久しぶりです。なんかすごい本当にデイジ久しぶりな、ありがとうございます。はい、なんか嬉しいですね、久しぶりのコメント。はい、まあ、こんな感じでですね、あの皆様からのこのご意見ね、あのなんかね、この私ほら仕事で、あのどちらかというと法事に行きますとね、このおじいさんおばあさんというか、もうだいぶね世代の、上の方とこう、ご一緒になるわけですよね、この法事とかね、まあ数校行きますと。そうするとこうラジオをやってるっていう話をして、で、まあ、そっかいろんなこう話が広がるんですけど、このですか、ね、やっぱ今もうネットでこうダイレクトにこのコメントが来て、私がもうすぐリアクションを起こすじゃないですか、はい、コメント今来ましたみたいな、こう喋っててもすぐそれについてまたねリスナーさんからあのダイレクトにこの反応があって、あ、そうなんですみたいな、もう本当にこの会話ができるじゃないですか。うん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 、でもやっぱり年配の人からすると、なんでそれファックスを送るとかハガキを送るとか、うんうん、やっぱそのまだなんていうんですかね、イメージが強いわけですよね。だからこのリスナーさんから来た反応をすぐその場でこの返すっていう、このなんていうんですかね、雰囲気がてんてんてんみたいな感じで、ああ、まあそうよねと思って、まあ本当にね、本当に10年とか、まあ、もっと下手すればもっと5年ぐらいとか、5年ってのはやっぱ10年ぐらいですかね、だとね、そうですね、まだね、このラジオのきっとね、このリスナーさんとのこのやり取りってファックスかもしくは本当にハガキとか、だから来週読みますぐらいのね、そうなりますよね、タイムラグがパネーじゃないですか、今と違って。
ね、そうだからね、面白いんですよ、この年配の人の話をすると。なんかね、やっぱり、まあ、私も多分あと本当に何十年かしたらそっち側になるんですけど、今のところはね、いや今はこんなですよ、今は今はみたいなこうね、こうなんか偉そうに言ってますが、まあ、いつかはああなるんだろうなと思いつつ、本当に20年後のこう、ね、コミュニティ FM とかどうなってるんですかね。どうなってるんですかね。なんかそもそもスタジオないとかありそうじゃないですか。あるかもしれないですね。もう携帯一つでどこでもスタジオなるとか、なんかそんな感じになってそうな気もしますよね。10年前ここまでスマートフォンが普及するなんて思ってもなかったですからね。そうですよ、 iPhone 出た時なんだああみたいなまず読めないぐらいのところからなんでこの画面なんていうボタンがないんですか。親戚のおじさんがすごいこういうのが好きで、もうあの新しいもの好き、こういう流行りものとかすごいもうキャッチするあの人が一人いて、はい、そう、そのおじさんがほらこれが話題の iPhone って見せてもらったんですけど、ええみたいなこれはどうやってあの電話するのみたいな。そうですね、ボタンも1個しかないですからね。そうそうそう、だってね、もうだってしかも番号ないし、098はどこみたいなそんなあ、ね、カルチャーショックを受けましたよね。そう、どんなありますからね。本当これからもね、どんなねラジオってどんな風にこう進化というかね変化をしていくのか楽しみですが、はい、あ、またなちみさんが来てます、懐かしいオールナイト日本を思い出す、ちなみに私はハガキ派ですすごい、あ、投稿してたんですね。私全然もう私ね夜苦手なので寝ちゃうんですよねさっきもちょっとね寝る話し て、はい、してましたね、はい、すぐ寝ちゃうんでね、夜はほとんど記憶ないんですよそうなんですね、なちみさんはがき派なんですね、ありがとうございます。はい、まあ、ということでですね、こんな感じで、1日、坊主カフェをお送りしたいと思いますのでね、ぜひぜひ、皆さんね、いろいろコメントですとか、質問など、お寄せいただきましたら、あのすぐ読みますのでね、ぜひぜひ、コメントください。はい、ということで今日も元気いっぱい坊主カフェをお送りしたいと思います、はい、ということで、ね、早速、まあ、お話のちょっと1曲、ね、曲を流したいと思いますが、ね、あのまあ、曲流しからいろいろ話そうかな、はい、じゃあ1曲目ですね、でアメリカ、The Beautiful です、どうぞ。先週、はい、家に帰ってからなぜチャゲアスを流さなかったのってあの この歌って、はい、101回目のプロポーズ、うーん、先週101回放送、あ、先週だって一人でね、こう悶々として1週間過ごしたの、だから絶対今日はかけろ102回なんですよもう戻せるんなら1週間戻したい、はい、はい、はい、マイク上げます、はい、はい、ですね、今の曲ね、アメリカ The Beautiful なんですが、まあ今日ですね、あの日付で9月11日ということですが、まあもうね、まあもうね、ニュースとかでもね、いろいろ出てましたからあれですけどね、このいわゆる 9.11、2001年ですから、もう、17年前ですね、のこのね、今日あのね、アメリカでね、あの同時多発テロということで、ね、大きな、事件がね、ありましたが、はい、もうそうそう、その時ですね、確かに、そう調べたら、そうそう、アメリカ時間で、11日の、午前8時45分
だからいわゆるこの出勤前ぐらい、そうですね、まあ、もうちょうど仕事始まってるとかね、うん、そんなお時間で、日本だと、夜の9時45分、うんうん、でちょうど私、はい、その時にニュース見てて、あの普通に家でね、はい、でテレビでニュースを見ていて、で私はあまり普段テレビ見ないんですよ、うん、でもその時なんかたまたまあのテレビを、ニュースを見てて、で突然なんかパッと番組あの画面が変わって、それで飛行機があのワールドニューヨークの、ね、ワールドワールドセンターにこう突っ込むっていう映像を見せられてというか映って、うんうん、へっていう、うんうんうん、何ですかね、ほとんどあの説明とかもなく、なんか急になんか何か大変なことになってますぐらいな感じで、そういった映像が出てきて、それがこう流れて、かもまあちょっとね、あの最初に思ったのは何ですか、この映画とか、はい、なんかまあドラマとかのなんかこう何ですかね、広告予告、そう、そんなものなのかなと思ったんですけど、いや全然なんか雰囲気違うし。しかもなんかこう番組を急に中止なんていうのやめて始まったので、とかなんかニュース番組の中でそのままあのそっちに移行したのかな、予定を変更しますみたいな感じで、もうだからなんかすごいこうね緊迫感あって、で確かねもう本当に飛行機も1機目がこうもうぶつかって燃えてたのか、で2機目が突っ込んでくるところだったのかな、うん、そんな感じでもうはぁみたいな、うん、そんなね、あの時2001年ですか、私まだ26だから、まあ今のニューヨークちょっと、はい、ちょっと上ぐらいですよ。そうだからもう、そうそうそう、って何がみたいな、どうという感じでね、もう本当にワールドトレードセンター何階だったか分かんないですけど、本当にもうすごい超高層のビルが、あの積み木みたいにもうガラ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 ってこう崩れ落ちていって、もうだからもう何ちゅうの粉塵、うん、煙ももうなんかもうとてつもなくこう巻き上がって、もう一瞬にしてだからもうその辺真っ白ですよ。まあ分かるのはあのとりあえず本当飛行機突っ込んだ、うん、ビルがこう崩れた、で絶対あのビル人いっぱいいるでしょうっていう、うん、ねどうみたいな、まあ、そういうもう本当ショッキング映像というかね、大変な、瞬間でしたね。だから1時間ぐらい多分流してたと思うんですけど、うん、もうだから最初は本当にもうちょっと放心状態というか、よく状況分かんなくて、でだんだんこのねあのニュースなのでこうねあの説明とかこうコメントとかが入って、あ何これテロ飛行機を乗っ取ってみたいな、うん、そういうみたいなのも、ね、びっくりしましたね。だってね、飛行機乗っ取ってああやってやってしまったら本当に何でもできちゃうじゃないですか。そうです ね、もう、うん、とか言ったら本当にあの例えばね原子力発電所に突っ込むとか、ね、うん、最近そういった映画見たんですけど、そっかもうね、飛行機とかそういうのこうあのねハイジャックして、まあ、もしくはね、まあ、どっかから乗っ取ってねこう突っ込めば、だってね飛行機なんてもう防げん、あの何なんかそういうシステムがあったとしても防げないでしょ。うん、止められないですよね。そうそう、もう止めても落ちてくるしかないのでね、まあ、多分で本当にもう 何分とかの間にもう一気に引火してね、するだろうかと思ったら、わ怖ーと思ってね。 そんな、ね、今日は 9.11 ですが、あすみません、ナチュミさんからなんかコメントが来てました、ご住職いつかは事前に出る予定はありますか。いやないどうしたんですか。このオールナイトニッポンハガキ派からの知事選、私は全然あの政治は興味ないです、はい、まあ、興味ないですから、自分が出ることには興味ないです、はい、もちろん有権者としては興味がありますけど、自分が政治家になろうという方にはあの全く、あの政治家よりもお坊さんの方があのなんか楽しいというか、自分は意義を見て、まあ、持ってる方なので、はい、なんですか、ナチュミさん出るんですかね。出るんですかね。出るんだったら、はい、あの応援します、はい、あと小学生だ私 9.11、 あそうなんですか、あ若いんですね、だいぶ私がまあ26ですか、もうだいぶ違います。ちなみにゆうやくんその時いくつ。もう8歳とか7歳とかですね。ああじゃあ小学生、小学校 1,2 年ぐらい
もうじゃあ なんとなくな感じ、覚えてはいるんですけど、はっきりとは、うん、こう映像とかではなくて、でもこのお店の目の前の通りが粉塵で一気にこう真っ黒になるっていう映像が、うんうんうん、もうどこで見たか覚えてないんですけど、はい、鮮明に覚えてまして、うんうん、これがあってからテロっていうものを多分認識するようになったのかなと思いますね。あ、でも私もそうですね、うん、テロってなんかね今まではあの文章ぐらいでなんかね、うんうん、見てたけど、やっぱり映像とかやっぱそのタイムリーにこのなんていうんですかね、立ち会ったあくまで画面越しですけどね、うんうん、それを見て、そうそうテロってこういうことかとかね、うん、そうハイジャックってね、まあなんかこれまあニュースとかね、なんかまあドラマ映画とかではありますけど、やっぱりもうやっぱもう全然ねあっという間に本当に、うんうん、だからまあ映画だとねこうハイジャックの映画とかがあっても、ハイジャックするまで この犯人のなんかこのやり取りとかあり、はい、でハイジャックしてからもういろんなこの車のあんなこの機内とかね映像がありますけど、ニュースとかだともね飛行機が乗っ取られたようです、はいドーンぐらいのあっという間じゃないですか。そこからなんか1時間も2時間も映画だとこう引っ張るというかあるわけですけど、実際にはもう本当に何分でもうあのね突っ込んでもう一気にね皆さん亡くなってもそれでねっていうことですから、もう全然ね違いますよね。そうですね、ニューヨーク行ったことがありまして。お、そうなんですね。あのこのワールドトレードセンターの跡地には行けなかったんですけど、グラウンドゼロ、すごいビルも高いですし、はい、また道も狭いですし、人も多くて、道狭いんです、狭いですね、でこういう状況の中でテロとか起こると、あのパニックというか本当に大変なことになるなっていうのが行ってそのニューヨーク見たときに思いましたね。ああ、うん、道狭い、なんかすごい大都市なのでなんか全部がでかいのかと思ったんですよ。ビルは本当に大きいんですよ、何十階建てって、はい、で今はもう作ってるぐらい、あ、はいはい、でも道はそんなに広くなくて、こうアメリカの車って大きいじゃないですか、うんうん、大きいですね、だから余計に道幅が狭く見えるというかなるほど、なるほど、ずっと映画のようにクラクションが鳴ってるんですよ、パパ。へえ、そう、運転も荒いですし、ね、そうなんだ。うちも全然アメリカ本国行ったことないんで全く分かんないんですけど、そうなんですね。まあね、そっか、まあ、そんなね、だって確かあのニュースがこの事件の時も結局ほらもうそんなもう大惨事になってるから、はい、もうね完全にもういろんなものが麻痺してなんかもう電車とかとか確かもね、もう車とかもまともに動いてなかった気がするから、もう本当みんなでそういった狭いところをもう歩いたり、なんかもうとにかく自力でそこを逃げたり移動したりっていうことだったんでしょうね。で私あの時ねすごいあの今でも本当に覚えてるんですけど、あのお寺のちょっとあのこっちお寺の先と言ったらいいんですかね、お寺からあの沖縄市寄りに本当に数百メートル行ったらあの基地の入り口があって、はい、あそこはあの通信施設になってるんですよ、はいはい、でそこのこの要はゲートがもう本当にねすぐお寺の目の前というかね、うん、すぐも本当そばですけど、そこ通ったらあの普段はほらあのいわゆる軍雇用の日本人の警備員さんがその詰め所に立ってるじゃないですか、はい、でもその時は違うんですよ、迷彩服着た軍人さんがこっちにライフル向けて座ってるんですよ。はあ、やっぱもうあそこはもう完全な軍事施設なので、要はあのハウジングエリアとかね、あのレストランとかじゃなくて、もう本当にの通信のあの施設だから、まあ、やっぱりもうあの時ね、もう警戒、多分一番最高級のあのね、最難度っていうんですね、のあの警備体制だったと思うんで、もうだから近づいたら撃つってい う, うん、もう要は多分ねそんな感じ。でもほらこっちからすれば家出て本当に数歩ぐらいのうん、うん、とこですよ、通らないわけにはいかないっていうかね、うんうん、どこ行くにしてもそう大体通るわけですよ車とかでも。でもねそうね日常生活でこう銃を向けられるってないじゃないですか。ないですね、はい、で多分ねほら別に沖縄の人全員ではないし、こうやって基地のゲートがあるところ、はい、ゲートのところはみんな多分こんななってたと思うんですよ。私も他のゲートも怖くて見にも行ってないですけど、うんうん、もうそこのゲートはもう本当に家から出たら
通らないといけないので、うんうんうん、通って、でも前も何日か分かんないですが、今日もまだ向けてるみたいな、あ今日もまだ向けてるぐらいの、うん、いつまでこの人たちライフル、ね、銃向けるのかなと思ったんですけど、まあ、まあ向こうからすればね、もう防ぎようがないというか、あのもう、ね、警戒をしないといけないですもんね、うん、これで万が一ね次狙われてここがやられたってまたもういろいろ問題でしょうからね。ただもうその時やっぱりね、あ沖縄ってこういうところなんだよなっていうのをまた感じましたね。あの時あれでしたよ、あの観光客が一気にキャンセルとか、はい、あの予定変更で、とにかくみんなこう沖縄の観光があそこで、まあ、大打撃ではないですけど、やっぱりだいぶあそこで落ち込んだって言って、回復するのにもやっぱり 何年とか何ヶ月とか、ちょっと数字は覚えてないですけど、とにかくやっぱりもうあれでもキャンセルが相次いで、これ少し前にあれで沖縄のなんだっけ、インフルじゃなくて病気が流行って、あ台湾からの、そうそうそう、な名前なんですか、はしか、はしか、そうそう、はしかが流行って、ほらお客さんが観光客がちょっとこう減ったっていうニュースがあったじゃないですか。もうあんな感じ、もうあれよりももっと大変ですよ。だってもうはしかはね、お医者さんが医療関係の人が頑張って防げば終わりですけど、はい、テロはね、いつどこで起こるか、うちの安直が防げるのにも限界あるし、うんうん、なかなかだからもうちょっと出口見えないというかね、そういう内容でしたからね。もう本当あの時はもう大変だし、でそうゲートの前通ったらこっちに銃向けてるし、はい、もうなんかいろんな意味でね、うん、こう考えましたね、9月11日は、はい、あまたすみません、なちみさんから来てました、もう前みたいなときですね、なちみさん一緒ぐらいだった あれかな、ゆうやくんと年ってことですかね、学校で男子たちは騒いでいたけど女子は意外と冷めていた気がする。あそうなんですね、まあそうよね、まあ、小学生だとまだまだそんななんですね、もうなんか大人でしたかね、一応もね26でしたから、もうなんだこれなんだこれみたいな、銃をこっちに向けてるよぐらいの感じでね、結構まあ騒いでたというかね、やっぱりもうね驚いていろんな意味でショックでしたが、そうですね、やっぱりその辺やっぱりまたこの小学生男子小学生女子いろいろ反応が違うんですね。はい、なちみさんありがとうございます。はい、まあね、ということで ね今日は9月の11日、もう2001年の、ね、アメリカの同時多発テロからもう17年、経ちましたが、それで先ほどね流させていただいた、アメリカ・ザ・ビューティフルという曲はまあ、なんとなく私聞いたことあったんですけれど、今回ねいろいろ 9.11 のことちょっとこう調べていたら、アメリカの国歌あるじゃないですか、はい、スター、星条旗を永遠になりたい、スターズ&ストライプスなんとかのねの あれが国歌なんですけど、これが第二の国歌ということで、はい、と言われているぐらい、うんうん、もうなんかなんてアメリカの人にはすごく親しまれている曲と、うんうん、でなんかこっちはアメリカのこの大自然を歌ったこの内容歌詞になっていて、いわゆるね、星条旗の方はちょっと政治的な、はい、意味合いとかも強いから、やっぱりこの反発する人もたくさんいらっしゃるらしいんですけど、うんうん、だけどこっちの歌は本当にもう自然をこう称賛してるという内容なので、ある意味誰も傷つけないというか、みんなが納得できるということで、すごく人気のあるという歌ということでね、もう本当に 9.11、 まあね、もちろんアメリカの人だけじゃなくて、ね、もういろんな、ね、日本人でもねたくさん被害に遭ってる方もたくさんいますしね、日本人だけじゃなくていろんな国の人がね、あの時にいろんな形でこう被害に遭ったり、ね、心に傷を負ってしまったりというね、皆さんいろいろあると思います。ね、そこからね、どうやってこう学んで、ね、立ち向かっていくのかというのがやっぱりね一番大切になると思いますんでね、まあ、その時やっぱりこう自然とかね、そういうものにこう心をちょっとこう、ね、癒されるというのはとても大事だと思いますのでね、まあ、そんな意味でもこの曲ね、かけさせていただきました。はい、ということでね、お坊さんのつぶやき、今日はね 9.11 のお話でした。ではここでちょっと CM を一度挟みたいと思います。
か晴れてきたね。そうですね。めちゃくちゃ降ってた。この後は晴れるんだ。まもなく CM 開けます。はい、はい、マイク開けます。はい、はい、続いてはうちなーすーこーのコーナーですが、まあね、先ほど 9.11 の話をしましたけれど、おとといですね、今度は9月9日、はね、いわゆるこの重陽の節句ということでね、日本の昔からのね、五節句、13579にね、それぞれこの日があってですね、そこでね、いろんなこのお勤めというか、こうお祝いというかね、そういったこの節目ありますけれど、9月9日はね、重陽といって、この、思いに、太陽のようですね、思いに陽と書いて重陽と呼んでおりますが、まあ、これはですね、一般的にはですね、このいわゆるこの陰陽の、この思想から、奇数というのは、この陽といって、このまあめでたいというか、でそれに対して偶数というのは、陰といってですね、まあ、ちょっとこう何ですかね、あまりよろしくないと言ったらいいんでしょうか、難しいんですけどね、まあ、そういったね、陰と陽を、偶数とこう奇数にそれぞれこの表しておりまして、まあ、この奇数の中でね、もちろん、13579とあるわけですが、まあ、この9の字が一番この奇数では最大の数だと、ね、そういうことでこの9月9日、この最大のこの陰陽の数がね合わさるこの日は、とてもこのめでたい日だと、素晴らしい日だということで、この日にですね、菊酒と言ってこの菊の葉っぱをね、お酒に浮かべて、飲むと、この健康長寿、不老長寿になると言われております。はい、なのでね、実は神宮寺昔から、この9月の9日にお祝い、お勤めをしておりました。ね、観音祭といってね、昔からもう王様の時代から、お勤めをしておりまして、もうだから多分歴史書を見たらどれぐらいですかね、300年ぐらいかな。はい、昔実は、うん、でももちろん今も王様いないので、はい、王様はいないんですけれど、お寺はもちろん残っているので今もお勤めが続いていて、でしかも旧暦でやるんですよ。あ、じゃあ日曜日やったわけでは日曜日やってないんですけど、はい、なので、まあ、いつもだいたい10月、結局ね、旧暦の9月なので新にすると10月ということで、まあ、来月、はい、で来月神宮寺祭りってお祭りありますけど、はい、これが今のその旧暦の観音祭の、はい、名残です。で本当にね、数年前までは旧暦のもうきっちりこの9月の9日に開催をしてたんですけど、はい、やっぱり旧暦なので新暦に直すと平日になることもやっぱり多々あるわけですよ。うんうんうん、でやっぱりもう今平日にお勤めしてもね、もうほとんど人来られないということで、もうその辺すごく悩んだんですが、やっぱりもうこの辺も時代の流れだということで、もう旧暦のこう9月9日に近い、日曜日を探したら、はい、要は体育の日があるじゃないですか。はい、で今体育の日ってこう必ず連休になってるんです。そうですね、はい、なのでやっぱ連休だとやっぱり人も来やすいと、休みの日だと人も来やすいというので、もう今は10月の第1日曜日、要はこの体育の日の連休のあるこの時にしようということでですね、ちょっとこう日程を調整させていただいて、今はね、10月の第1日曜日に行っているというこの次第です。はい、でね、まあ、この重陽の節句ね、本当に昔は王様がこう本当に首里城からこう守礼の門を出て、こう部下の人自分の配下の者何百人も連れてこの普天間までお参りに来ると言って、すごいその当時はですね、この何ですかね、沖縄の風物詩、秋の風物詩だったと。うん、はい、で今もね、少しだけ基地の中に残ってるんですけれど、地の南町って言って、はい、首里から普天間まで一本の松並木道が
ってあったんですよ。へえ。もうすごいもう全長何十キロ、はい、のこの松の並木道があって、でここを要は王様の行列がこう歩いてこう通ってくると。なので要はこのなんていう、まあ、首里とか、浦添、本当西原、宜野湾、この辺の人たちみんな要はこの王様を間近で見られるということで、みんなこうまたこの、ね、並木道に出てきて王様の行列をこう見送るわけですよ。というのがこう楽しみだし、でこの王様の行列がこのお寺と、まあ、隣の普天間宮さんにお参りに来るので、はい、要はみんなもまたそれにあやかろうということで、要はもうみんな9月になったらあの神宮寺へ行こうみたいな、そういったあの本当にあの150年以上前で、それまだまだ琉球王朝の時代はもうそういった感じで、もう9月だ王様の行列が通る見に行こうとか、9月だからじゃあ普天間にみんなお参りに行こうって言って、あの結構人もねたくさん来て、もう本当にあのなんちゅう、うちなんちゅうので今で言えば正月だからお参り行こうみたいな、うんうん、あの多分雰囲気だったと思うんですけどね、9月になったからじゃあ、 あの重箱とかお供え物を持ってお寺と神社にお参りに行こうよというようなことだったというのが、はい、あの実は大昔神宮寺にあったと。でね、まあ本当にその王様いなくなったんですけど、まあ、私もねもちろんねそんなまだ40ちょいですから古いね、戦争の明治時代とかこの昭和でも初期のことは分かんないんですけど、まだ私があのすごい小さい頃、まだひいおばあちゃんが元気でね、はい、でうちのひいおばあちゃん、すごい強かったんですよもういろんな意味でね、キャラも強烈だし、なんか結構言葉もきつかったらしいし、まあでもねそのおばあちゃん、ひいおばあちゃんがすごくお芝居が好きで、はい、でこの戦争でね、まあ、もちろん、ね、おばあちゃんもその時被災してますけど、この戦争が終わりましたと、で神宮寺もね疎開とかやんばるに逃げてたらしいんですが、もう終わってこのお寺に帰ってきて、まあ、お寺ももちろんもう戦争で燃えてしまったと。でそこから復興して、でおかげさまで寄付とかがとてもたくさんいただいて、すごい神宮寺は早くに復興できたんですよ。あ、そうなんですね。はい、本当にでき昭和20何年だったかな、8年にはもうお堂ができてたとか言ってるんで、へもう、ね、だって戦争終わってね、もう本当8年でお堂がもうポンと立っていたということですからね。でやっぱりなんですかね、その寄付していただいた方もやっぱりこの心の拠り所としてこのお寺さん早く復興してくださいということだったので、このですねお寺作って終わりじゃなくて、やっぱり作って、うん、まあ、皆さんに安心していただくとか、こうなんか生活にこう潤いをというのと、このひいおばあちゃんの芝居好きというのが、はい、ここで合わさって、うちのひいおばあちゃんだからその頃ね玉姫劇団っていう沖縄の芝居をやってる劇団さんがいて、はい、その方たちを呼んで、はい、このお寺の庭境内に特設の舞台作って、毎年この観音祭の時はこの玉姫劇団の、はい、ああ違う乙姫劇団か、はい、乙姫劇団の舞台をみんなに披露すると。へえ。だから本当に今の70代ぐらいかな上の人だと皆さん結構知ってる人が多いんですよ。あ、そうよ ね昔9月になったらね、年9の9月になったらお寺さんでこんな舞台あったよ、見たことあるさっていう人が結構いますね。うーん、私もなんとなく言われたら見たことがあるようなないようなぐらいの、お祭りはずっと続いてたのでもちろん覚えてるんですけど、その劇団さん その舞台とかはあったかなっていうちょっと曖昧な、あったさと言われれば見たさと言われれば見た気もするし、いやもうあんたの時はなかったよと言われればそうなのかもしれないですが、まあお祭りはずっと続いてたんで、本当にこの秋になると人がたくさん来てみんなで食べたり飲んだり、もちろんねお勤めしたりということで、いろんなこのねにぎわってたお寺ですが、はい、まあね今もね形を変えて続いておりまして、まあねちょっとそこで皆さんにも宣伝ですが、カメラこっちかな、はい、神宮寺祭りというのがね今年もありまして、なんと今年でもう10回ということで、もうね、もう10年始めさせていただいてから10年経ちますが、はい、まあねこのいろんな
あのお寺でねこの催し物をしております、ね、あの一番はやっぱりこの今チラシにもありますけど稚児行列というのがありまして、はい、あのこう小学生、もうちょっとしたか5歳からですからもう年中さんぐらいですかね、5歳から12歳の男の子それから女の子ですねが対象になります。でこの子どもたちにこの着物を着てもらってこの普天間の町をちょっとこう道巡礼してで最後お寺に戻ってきてこのお寺でこの子どもたちの成長祈願健康祈願をお祈りをさせていただくという形でね、また稚児行列というのをあのもう本当第1回からこれだけはもう本当に第1回からずっと続いてますね、はい、行っております、はい、これね、稚児行列ね、子どもたちが着物を着て、ね、本当にあの可愛いんですよ。でね、一番喜ぶのはね、大人です、はい、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、おじさん、おばさんがね、めっちゃ喜びます。喜ぶというか、なんか可愛いから、うんうんうん、あ、可愛いって皆さんね、すごい本人たちはね、結構キョトーンとしてたなんで俺こんなの着せられてるとかいう子もいるし、まあ、女の子なんか結構ね、みんなやっぱり自分がこう綺麗になるというのをこの喜ぶね、たりするんであれですけど、やっぱり結構ね男子はねなんかちょっと恥ずかしいぐらいの感じの子もいますね、はい、この稚児行列というのを今年も、神宮寺祭りの中で開催いたします、はい、ですね、日程が10月の7日日曜日、はい、9時半集合になっておりまして、まあ、その後行列したり、お勤めさせていただいたりで、まあ、12時ぐらいには、遅くとも、もう全ての、内容が終了する予定ですのでね、もしこうご興味のある方は、はい、神宮寺まで、お問い合わせください。でこれ予約制になっておりますので、当日来てからお願いしますと言われてもちょっと衣装が、ありませんので、事前予約となっております、はい、申し込みがもうちょうど始まっておりまして、来週の、再来週来週ですね、9月の18日の火曜日までとなっております、はい、参加費がですね、1500円、これには、貸し衣装のこの着物代、それから、お土産、そして保険の、料金等も含まれております、はい、でまたね、集合写真、記念写真も撮ります、ね、もしよろしければ、1枚1000円で、ね、皆様に、お配りをしておりますのでね、参加費1500円ももちろん必須になりますが、写真代1000円は、まあ、希望者のみとなっておりますので、ぜひ、ね、この稚児行列をとご興味のある方、はい、ね、お子さんとかね、お孫さんとかね、もううちの子をね、こう可愛い子がさらに可愛くなりますので、ぜひぜひ、ね、ご興味のある方神宮寺までお問い合わせください、問い合わせ先が 892-3335 となっております。はい、ぜひぜひ お問い合わせください。またね、見に来るだけでも楽しいですよ、お祭り。見て楽しいし、ね、座禅の体験ですとか写経の体験、それからね、出店もありますのでね、いろんな美味しいお店も、今回10店舗ほど、はい、この来ていただきます。9店舗が来ていただきますので、ね、こう食べながら、ね、いろいろお寺のお祭り、この楽しんでいただければと思います、ね、この朝陽の節句がね、本当にこのスタートになっております。この神宮寺の、今の神宮寺祭り、それから観音祭、ね、おかげさまでもう第10回ということで、いろんな人に支えていただいてここまで来ております。ぜひぜひ、皆さん遊びに来てください、はい、ということで、あ、またなちみさんからコメント来てました、すいませんね、もうすぐ忘れちゃいます、眠そうですねそれゆうやくんでしょ僕映ってないので私ですか、まあ、でもちょっと明るくなってきたんで、はい、やっと目覚めてきました。あと私の誕生日奇数ですよ、9月29日めでたいのかな本当だ、まあまあ、でも2入ってますけど、まあいいんじゃないですか奇数ですからね、いいですね。 9.29、 あ、これが今月ですね。あ、そうですね、おめでとうございます。先に、はい、言っておきましょう。おめでとうございます、なちみんさん、いいですね、誕生日、ぜひいっぱいね、もうね、美味しいもの食べてね、こういい誕生日を迎えしてください。コメントいつもありがとうございます。はい、ということでですね、今知りたい、うちの崇高のコーナーは、9月の9日朝陽の節句でしたということで、いろいろとお話しさせていただきました。ではですね、ここでも一曲かけたいと思いますが、これはさっきね、ちょっとゆうやくんとも言ってたんですけどね、もうなぜ先週かけなかったのということで、ね、実はね、先週がね、この坊主カフェ101回目の放送ということでね、
もうあのね、私ぐらいの世代の人って101回って言われたらもう多分ね、もう連想ゲームでプロポーズぐらいになってくるんですが、はい、ということでね、あの101回目のプロポーズでもね、この主題歌になっていました、チャゲアスの Say Yes です。どうぞ。絶対先週だったよこれ。このゴセックってあるじゃないですか。はい。でこれは何かお家とか仏壇とかって何かやる必要じゃないですけど、こうやる習慣ってあるんですか。うんうん。特に朝陽の節句なんかは、はい、みんなお仏壇にこの菊酒を備えして、でもちろんご先祖様にこのどうぞ、でもちろん終わったらこの自分たちがいただくっていうことだからね。あれだね、3月3日とか5月5日はその仏壇にうんぬんというのはないよ。まあ、お供えするぐらいじゃない、あのなんか柏餅とか。基本はほら、大体何でも仏壇にお供えして、仏壇に報告とかこう伝えてからね。まあ、一応関係はあるけど。でも絶対でもないからね。見たことある ?100 回も。ちゃんと見たことない。なんかあのシーンだけ。トラックに光らそう。はい、キャスティングがさ、はい、武田鉄矢も今でもおじいちゃんだけど、あの頃ももういいおじさん。どうなんだろう、いくつかわかんないんですよ。で、あの頃、これってあの富士の月句なわけですよ。はい、月句ってはもうトレンディードラマある。え、武田なぜ見事に当てて、すごかったですよ。みんな火曜日の午前中はみんなこの昨日見てから見た見たトロッコの前に飛び出しよって俺はみたいな。今のドラマなんか全員が全員綺麗すぎますよね。いつも思うんですけど。もうね、こんなに綺麗な人ばっかりの社会ないよね。本の実写化とかあるじゃないですか、よく、うん、小説とか読んでて、自分のイメージとあまりにもかけ離れすぎてるというか、冴えない主人公がめっちゃイケメンだって言われてた。設定冴えないだろうって。もうイケメンな時点で冴えてるよね。いいね。もうあんまりよくわからん感じ。もう曲はわかりますけど、チャゲとアスカはよくわからない。よくわからない。この際もよくヘイヘイヘイ出てて。あ、そうなんですね。一時はなんかこの頃、セイエスとかも出てたから。だってもうヒポテムプロフィスもっと古いよね。もしかしたら生まれる前ぐらい。93年、はい、じゃあ前だよ。だって俺がまだ沖縄に普通にいた頃だから90年とかいたそうだな。30年ぐらい前の映画なんだね、前撮るの。江口洋介がこのコラムでなんかちょっと悪っぽい感じで、なんか今すごいいいお父さんになってるよ。はい、もう全然なんかロン毛のイケイケにいたみたいな。そんな役ばっかりだった。CM いきますね。はい。
CM 開けます。はい、はい、続いて一度行ってみたい神社仏閣ですが、その前にナチュミンさんからまたコメントいただいてます。ありがとうございます。ご住職、はいはい、何でしょうか。亡くなった方は線香の香りを食べるって聞きましたが、宗派で変わるのでしょうか。あ、はい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 、いや変わらないと思いますね。うちの宗派でも、はい、そんな風に線香を食べる、あの香りを食べるという風に、まあ今ももちろんね、あの本当に食べるってわけじゃないですけど、まあ、線香の香りをこう、まあ楽しんでいただくというか、ね、香りをもう手向けるというとかね、まあ、それをちょっとまあこうね、なんですかね、こう、うまい表現で食べるなんて言いますね。うん、多分ね、まあ、真言宗も伝統仏教の、ところはみんなそんな風に、言ってると思いますよ。はい、まあ、もちろんね、表現の仕方は少し違うと思いますが、はい、大丈夫と思います。はい、どうしたんでしょうかね。食べたくなったんですかね。ちなみに私 の、 あのおすすめのお線香はやっぱりあのキャラです。はい、キャラいい、キャラキャラキャラ。今いいですね、今すごい、なんか 今すぐゆうやくん身近に感じて、今のリアクション最高。あのお線香って、はい、あのなんていうんですかね、こうやっぱこの種類があるんですよ。はい、たくさん、はい、ですごく分かりやすく大体3つあって、あのいわゆる白檀っていう、あの毎日香とかあるじゃないですか。はい、あのだいたいあのこの白檀っていうこの、あの原料なんですよ。それとあの人工っていう、はい、あの原料があって、それが一番最高級のやつがキャラっていうのがあって、へ、まあ、まあこの3つが分かりやすい、あの白檀が入門編で、人工がまああの中級者用で、まあ、キャラが上級者という、まあ、上級だけじゃないですけど、まあ、そういった感じで、まあ、要は、ね、値段違うんですよ。白檀安くてちょっと人口ちょっと高くて、キャラになるとなんだこれみたいななるんですけど、まあ、とてもいい香りで、はい、あのキャラ良かったらお線香、はい、いいですよ、楽しいですよ。もうお線香ね、キリがない。あの今回 ね、 あのね、今日もね、四国の話ですけど、あの、ね、この88箇所回るといろんなお寺さんがこのお寺のオリジナルお線香っていうのを、あ、オリジナルの、そうそう、すごい、みんな持ってるんですよ。だからもう行ったらもう、もうここでも売ってるから買わないといけないし、あっちでも売ってるから買わないといけないし。だからもう88箇所でいくつ買いましたかね。結構買いましたね。お寺ってもう売ってるんですか、もうほとんどが。ほとんどではないですけど、やっぱり今あの四国のやっぱお遍路さんのお寺なんかだと、やっぱりとてもお参りの方多かったり、うんうんうん、あのファンが多いから、あのやっぱりね。そうするとニーズというか、うん、あのこう要望が上がるわけですよ。住職、なんかうちのあそこのお寺、何々寺さんはオリジナルのお線香売ってるのにうちはないのみたいなとか、まあ、そういうのを作るとほら、またね、何かお寺でこのファンとかね、お客さん来た時にこれはうちのですっていうと、まあこう、まあお話のこう種になるというか、うん、ね、またそうお寺をまたそこでさらにこう身近に感じていただけるというか、まあ、そういうのもあって結構あるんです。面白いですね。面白いですよ。でやっぱりもうそれは本当にもうお寺さん、このお香屋さんと相談して、要はこのブレンドどうするとか、白檀2の人口8とかめっちゃ面白いんです。本当にもうお線香もう箱を開けてみないとどんな香りなのか分かんないし、もうみんないろんな香りがあるので、あのいいんですよ。よかったら、はい、楽しみください。はいはい、なちみさん、高い、お高いんでしょ。まあまあまあですよ、はい、まあ、もちろんキャラでもね、あのピンからキリまでありますし、白檀も同じようにね、あの高いものもありますので、もうそれは、はい、あのでも私ね、値段じゃないと思いますね。あのワインとかも一緒で、はい、高いから、いいというわけではなくてね、やっぱり自分がこうね、あの匂いを嗅いでみて、あ、これ好きだっていうものが私はいいものだと思ってるので、あまり値段は気にせずでいいと思います。はい、まあ、もちろんね、こだわったらね、逆に高い、まあ大体もちろん高いものはね、あの高級な香りがいたしますので、それもそれでいいと思いますよ。はい、ぜひぜひいろいろね、試してみてください。はい、ですね、で今日はですね、この四国、ね、88番の第9番に行きます。今日はですね、昇格山菩提院法輪寺さんのご紹介です。あの四国もね、あのこの1番から始まって、ね、あのこの徳島のお寺からこう1番が始まりますが、まだまだ徳島の、お寺ですね。今はね、あの阿波市というところですね。あの阿波踊りの阿波の、阿波市と書きますが、今日9番の法輪寺さん、
やはりですね、こちらもあの弘法大師空海さんが、こう建てたお寺なんですが、なんとですね、もともと空海さんの時代は、空海さんが建てた時はあの今とはこう3キロぐらいこの離れたあの場所にあったと。で、それがですね、あの戦国時代ですから、もうだいぶですよね、だから1600年か1644年から48年のこの正保年間にあの戦国時代とかあって、あのこの時ね、長宗我部さんというね、あの有名な四国のね武将、この人がですね、まあ四国を散々ね荒らしまってくれたわけですよ、はい、でそれでもうね、四国のお寺さん多分88箇所だけでも半分ぐらいが長宗我部さんに燃やされてるんですよ、もうね、長宗我部さんはねようやってますよ何をやってもらうんですはい、ということで、はい、あのね、もうどうしてもその激戦地だったので、はい、あのもう兵、このようなんですかね、この兵火で燃えてしまった。でさらになんかね、この自然災害等にあって、あの3キロ離れた今のこの場所にあのお寺さんを動かしたと、移動して、で、あのこう再興したと。ところがそれからまた200年ぐらいしてね、またあの火事が起きてしまって、もうお寺全焼してしまうと。鐘楼だけというか盆焼、金だけは残ったんですが、他のはみんなことごとく燃えちゃったというようなあのお寺さんなんですが、でもそれでもね、その度に復活して、ね、今日もちゃんとお元気にいらっしゃるということですから、ね、やっぱり本当にこう地元の人たちとかね、この本当コアなあのファン、ね、信徒さん、団頭さんがたくさんついていらっしゃるということでね、それもすごい、羨ましいですが、で、まあ、そういったあの少林寺さんですが、こちらね、本尊さんがね、あのお釈迦さんなんですけれど、ちょっと面白くて、あの涅槃釈迦如来と言います。あ、涅槃像ってやつですか。そうそうそう。涅槃というのはこの、あの、こう亡くなる最後にもう横になったところのね、お姿なんかをね、まあ、涅槃というのは本来はもうこの、あの成仏してあの悟った境地のことなんですけれど、まあ、大体涅槃釈迦如来というと、要はあのもう亡くなる直前のもうこの体を横たわって、はい、いるっていう、こうことなんですね。なので、でこの涅槃釈迦如来って、釈迦如来像をこうお祭りしているのは、この四国の88箇所ではこの法輪寺さんだけと、ね、いうことで、私もあの、ね、あのもちろん、ね、お参りさせていただいたんですが、ちょっとね、あの奥の方、結構、ね、暗いんですよね、お堂。特にあの照明を当てるとか、そんな、ね、あの演出もないですから、はい、あのちょっとね、あの実際に お姿、じっくり見ることはできなかったんですが、まあね、この法輪寺さんの涅槃釈迦如来像をこの唯一祀っているお寺さんと、ね、いうことです。でね、あのここのお寺さん、あ、そうかそうか、あれなんですよ、そうだ、思い出した。で、しかもね、秘仏なので、あ、じゃあ、そうそう、普段は普段は見られない。見られない。で、しかもあの神宮寺はね、年に1回なんですが、あの法輪寺さんは5年に1回ということなので、ね、ちなみに、平成27年に開いたということですから、次は平成32年、あと2年後。うん、ということですからね、ちょっとじゃあ2年後にお遍路さん行ってこようかな、はい、ね、そんな感じでね、あのこの5年に一遍というお寺さんですし、またね、あのここね、いろんな逸話がありまして、 あのこうある時この松葉杖でお参りに来た人が、この法輪寺さんにお参りに来たら、なんかこうお寺に入った時、なんかちょっと足がこう軽くなったと。で、なんか調子がいいぞと思って、うん、ね、もう一歩もう二歩入っていったら、もう杖がなくても歩けるぐらい足が治ってしまったと。そういった要はこの健脚 の、ね、あのお寺ということでもとても有名で、なので本当にね、あのすごいいっぱい草履がお供えされてたんですよ。あ、なるほど、はい、そういったね、健脚のお寺さんでもありますのでね、ぜひね、このちょっと足の悪い方とかねいましたら、この9番法輪寺さんに、ね、たくさん拝むと足が良くなるそうですからね、ぜひぜひ皆さん9番法輪寺さんお参りしてみてください。特にね、2年後は、仏さん見られるそうですから、うん、行ってみてください。はい、ということでね、あっという間のエンディングですが、坊主カフェいかがでしたでしょうか、ね、こうやってね、お寺について仏教についていろいろとお話をさせていただいております。でまたね、あの先ほどもお話ししましたが、ね、来月10月の7日には第10回神宮寺祭りも神宮寺で開催いたしますのでね、ぜひぜひあのお寺をこう身近に感じていただきたいと思っていろいろ行っております。遊びに来てくださいということでね、あっという間の1時間でした。また来週皆さんとお会いしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さようなら。